ご飯食べたでしょ。今日ご飯食べたでしょ。今日ご飯は食べた。今日ご飯食べたね。あ、食べてない。どっちですか。はい。はい、こんにちは。 BJ チャンネル Vol.88 です、はい。今オープニング流したのはですね、実は昨日の三谷幸喜監督のね、今宣伝してる記憶にございません、長井貴一さんのやつ、あれを見てきましてですね、面白かった。あのね、一部ではなんかちょっとね、期待外れだったとか、番宣とかね、CM で流れてるのを期待して見に行ったら、ちょっと肩透かしであったとかっていう、なんかそういうなんかネタバレじゃないけど、まあ一部で書いてあったりしたんだけど、全然俺的にはさすが三谷幸喜だなと思うぐらい。ツートは映画館、今のはそれ帰ってきて、ちょっといつもクイ君がね、ご飯食べたのに食べてないっていうね、毎回ね、食べてすぐに食べてないって言うから、だからそれをちょっとね、記憶にちょっとね、それ面白いから、ちょっと撮ってみようかなと思ってね、クイ君ご飯食べたって言って、食べてない、さっき食べたでしょ、食べたでしょって、うるせえな、記憶にございませんって、そこにかけたら面白いかなって、ちょっと撮ってみたんです。庄司監督。あ、それ、はい、それが OK って言ってくるわけね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、今日はゲストでね、88回ということで、八橋さんも来てますんで、ちょうどゆっくりいろんなお話をね、しようと思います。はい、それでですね、今日も、夜行も本番直前なので、ちょっとまた今日下、今リハーサルで使ってるんで、ちょっと使えませんが、昨日、まあ、個人的にですけど、榊原敏彦君ってね、俺の役者仲間で、あと山口仁さん、それから正代君ってね、この間獄門の門で一緒だった3人が出てるね、まあ佐賀君は一緒じゃなかったけど、佐賀君は岩城浩二さんがやった何が中心蔵っていうので昔一緒にやってて、そこからずっともう二十何年の付き合いでね、で今その下のパンフレットに七度、なんだっけ、なんか言っても読み方は分からない、なんて言うの、七度がな、七度がな、七度がな、まあ、武将の話なんですけどね、これを見に行きましたですね、七度、まあ、すごいよ、もう本当ね、やっぱ同じ役者としてでもね、尊敬というかね、もう尊敬しかない、もうすごすぎて、とてもじゃないけど俺にはできないなと思ったけど、それ役者として、そう、役者として、でやっぱ2回見に行って、2回見れば見るほどなんかな、要は簡単に言うとね、その織田信長とかいろんな戦国武将いるじゃないですか、それが要は死んで、あの世に地獄に行って、でそこでね、ああだこうだっていう やり合うっていう、そういうお話なんですけど、面白いね、ですごく面白いんだけど、とにかくトークもう全員座った状態で台本持って喋るんだけど、台本がほとんどみんな見てみたいなわけよ、でもそれのねやり取りがもうすごくて、もうで やっぱ現場で行って俺ももうね、もうほんと、ああもうほんとこんなすごい役者に佐賀君はなってしまったんだなって、もう本当もう俺からするともう手の届かないとこに行っちゃったなみたいなぐらいね、すごい役者になってました、もちろん山口仁さんも復帰で、よく復帰で武田信玄あんだけやったなと思って、もう本当ね感動しちゃって、まあ、それでね、まあ、帰りしたら「すいません庄司さんですか?」とか「はいそうですけど」「ビーバップずっと見てました」とかって「写真撮らせてくれ」とか言って、まあ、いいですよってなるんだけど、あんだけすげえね、舞台見た後で、俺も、まあ、一応役者の写真くなんか、こんなちっちゃいな感じでさ、俺なんかと写真撮っても意味ないよみたいな感じを受けるぐらいね、すごい、まあ、舞台でした、また
でもやっぱり気になるのは、やっぱどっかで役者のさ、うん、魂っていうか、なんていうの、役者根性みたいなのがあるから、うんうん、本をね、ちょっとね、どんな内容なのかね、うん、見てみない、やっぱ自分でも本読みたくなっちゃって、うんうんうん、台本買ってきちゃいましたよ。あ、これは、これはそう、これ台本、うん、だけど、1ページ目見て、あ、これはダメだすごすぎ難しいわけ、ね、難しい、だってもう歴史、戦国時代の歴史とか全部分かってなきゃ無理だし、その掛け合いとかがすごいな、やっぱただ読むだけじゃないから、もうとてもじゃないけど、もうレベルが違うわ、うん、これ前にも見に行った、前にも見に行った、で、毎回ね、キャストが、ね、微妙に変わるわけよ、だからそれで、まあ、今回ね、あの、仁さんと、あの、正代くんがね、出るっていうんでね、で見に行ったんですけど、まあ、曽我木君の舞台はね、何回も見に行ってるからね、あれなんだけど、やるたびに彼は成長してるから、もう化け物だね、俺から言わせんと、もう本当、俺なんか、あ、とてもじゃないけど、役者なんて名乗れないなっていうぐらいの、もうそのぐらいレベルが違いすぎます、まあ本当、絵の世界でいうと、レンブランドと素人画家ぐらいの差がある、そんぐらい、もう俺が素人で、もう曽我木は絵の世界。すごいね、すごい絶賛ですね、それはね。もうすごいね。だから逆にすごすぎて嫉妬が湧かないっていうぐらいすごいです。あ、すごくないとね、嫉妬は湧くんだけど、あまりすごすぎて。届きそうなとこだと、あ、これだったら別に俺も時間かけりゃいけんじゃないかなと思うけど、これは例えば庄司さん、ちょっと織田信長じゃなくても、豊臣秀吉でも、ね、朝倉、織田、浅井長政でもね、何でもやってくれないかって言われても、いや、とても受けれないなと、俺も時代劇はいくつもやってるんだけど、なぜかね、時代劇はずっと出れなかった、したら、うちの夫婦役で営業者でしょ、したら、哲夫は昔人切りで、ね、金もらって人ばっかり来てたから、だから時代劇できないと。で、それ で今まで切ってきた人間 に、を全部下ろして、一人一人詫びを入れたら時代劇ができるって言われて、それをやったら本当に時代劇ができて、で初めて俺が時代劇やったのが、三吹四電、あの新選組で一番強かった男っていう、あの渡辺謙さんとね、やった年末の12時間、それで時代劇デビューして、で鬼平犯科帳とかもね、吉右衛門さんが出てくるって言ってたんだけど、出なくてよかったなっていうのは、ね、あの事件があったから、あれ出ちゃったよね、損害賠償どころじゃないもんね。だから、でね、時代劇もあの中井貴一さんの袋の城っていうのがあったんだけど、その時にあの石田三成で話聞いてたのね、俺時代劇の話は結構来るんだけど、来てたんだけど、なぜかね、絶対に石田三成の役が、それはなぜ分かんない、石田三成。あとは、土方歳三であった沖田総司か、沖田総司を庄司でやるかどうかっていう会議までかかるんだけど、違う人になっちゃう、そうさせない何かがある、何かがあるんだろうね、だから刀見ると、なんかね、妙な気持ちになるわけ、刀大好きなんだけど、思い出す、刀抜くと、なんだろうな、この変な気持ちはって、なんか昔本当に人切ってたんだって、で、もうどうやって、どういう、俺下段構えから下から行くわけよ、っていう切り方っても分かってるの、それももう満月の夜に川のそばでしか人切らない、っていうのまで全部記憶に残ってたわけ、満月の夜に満月を背に、相手に背を向けた状態で、川辺、川があるじゃないですか、あの当時川綺麗でしょ、それとあの相手がこう、例えば切らなきゃいけない相手がいるじゃない、別に金もらってるから相手が大丈夫いいから切っちゃうんだけど、その時に刀抜くでしょ、大体下段か中段で大体構えるけど、俺の場合は下段から川の水しぶきと同時に下からプワッて切るわけよ、川に入った状態であるんだ、川に入るか川のギリギリのところでやって、刃先を川につけた状態からスパッてプワッて切るわけ、そんで上から構えた瞬間に下から行くつくっていうね、それも戦闘術でもあるんだけど、そういう刀の使い方をしてたっていうのも、その満月っていうのは何か理由あるの？それはね、美学なんだね、あ、その満月で30日に1回で人を切ったらちゃんと普通に戻って、ね、
そばにもうあの お母さんかなんかと2人暮らしだったみたいなんだけど、うんうん、そこに行ってそのおかもらってきたお金で今日も仕事してきたよっつって、でお金渡してた、一生懸命やってきたよ、いつもすまない、だから俺は人を切ってたって知らないわけ、うん、それは仮の姿でね。お母さん何やってると思ってんの？いや、何やってると思ったんだろうね。役者？絵師かなんかやってると思ってた、絵師ね、わかんないけど、あの、似顔絵、あー、その人相書きとかやってた、長谷川平蔵さんの時ね、うんうんうん、だからまあそういったのもあるから、まあ、ちょっと話がそれちゃったけど、うん、時代劇は何回もやってるんだけど、うん、何回もってことは3、4回か、あと新選組で一番強かった三浦自然、あと変な時代、あの江戸時代からタイムスリップしちゃったっていうのがあったけど、うん、あれは時代劇じゃないけど、それね、でもね、結局ね、お蔵入りになったから、俺見たこと見てないのよ。最後まで撮り終わったんだから、ちょっとわかんないんだけど、うん、それで、ちょっと映画続きで、うん、ちょっとショウジさんね、あ、そうですね、例のあのイベント、あの来週のね、9月の28日のイベントが、うん、あ、そうですね、あったんですね、うん、小地谷秀樹監督と、うん、庄司哲夫の、うん、まあ、バトルトークという形のイベントだったんですけど、そうそうそう、それ急遽、うん、中止になりました、はい、理由はですね、まあ、なんて言うんだろう、まあ、俺はイベントにする必要はないと思ったんだけど、うん、監督サイドがイベントにするって言って客集めるって始まって、うん、そこで、まあ、うちらは喋るだけ喋って、うん、もう言うこと言ったら帰りますよっていう、うん、いうスタンスを取る、うん、でも監督としては、まあそのまあ、映画の宣伝もしたいから、うん、そのなんだろう、イベントとしてイベントとして成り立つ、うん、ただやっぱり金を、ね、取るっていう部分で、うん、俺がちょっとそこでごねたわけ、ごねたっていうか、うん、でも俺話しに行くんだから別にね、客入れる必要もないでしょと、うんうん、で、うん、でだから客ともね、またやつとか来たりとかね、でトラブルになるのはめんどくさいし、うん、でここの俺もいろんなトラブルあるからね、うん、だからそれで、うん、今ここで BJ メンバーとみんなで話して、うん、まあ、今回はだってもう結局内容はね、そのまあ見たら、まあ、なんだろう、俺にとってはもう全然プラスにも何にもならない作品になってるから、うん、それに対してなぜあんな編集をしたのか、ちゃんとディレクターズカットをやるときに、うん、ね、そのカットした部分を入れ込ん でちゃんと話の流れが分かるようにしろと、うんうん、俺がトリックなんかしてないっていうことをちゃんと証明する映像をちゃんと撮ってるんだから、うん、それを全部入れ込んだことをやってくれっていう話をしに行く、まあ、それら辺の、まあまあ、パンフレットになんかその俺とやり取りを入れたいからっていう話だったわけよ、うん、だけどそれをなんかイベントにして金を取ってなんて やると言うから、うん、もうそんな面倒くさいと もういいんじゃないのってなって、なるほど、うんうん、で竹本さんとも話してね、うん、さっき、うん、でまあなんだろう、まあ、お客さんもあることだから、そうそうそう、だから逆にね、うん、早くその中止の告知をね、うん、しないとまずいなと僕思ってるんですよ。そう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 、だって、できれば1週間っていうのは大体スケジュール立てるじゃない。立てるね。今ね、忙しいして1ヶ月先とか 2ヶ月先やっちゃうじゃない。うん、だからね、ほんとね、ご迷惑になっちゃうんで、うん、だから早いことね、うん、言わないとまずいなと思ってたんですよ。でまあ、昨日なんかね、浩、う、司、ん、さんがね、もう中心にしましょうって言ってきたから、まあ、ちょうどいいかなと思って。うん、なるほどね。うん、だからもう最初からイベントにしなくて、だって前夜祭って言ったってさ、うん、前夜祭ってのはこう前日にやるもんだからさ。まあ、そうだよね。ね、それ前夜祭っていうのをさ、俺に言われてて、知らないよ、うん、ゲートを応援するつもないんだから、うんうん、まあ、そういうことだよね。そういうこと、そういうこと、うんね、うん、だから、まあ、こっちはこっちで、うん、で、まあね、今まで取りためたものとかを全部まとめたものはちゃんと作って発表しますので、うん、それ映画館でねちょっとやればね、上映をすればいいと思います、うんうん、だから映画は俺2本作らなきゃいけないの、そのゲートと、うん、あと今脚本書いてるやつね、あ、なんかやってるよね。そうそうそう、うん、それも全部ちゃんと形、うん、そうそう、もう一本ね、うんうん、それも形にしなきゃいけないから、うんうん、っていう感じでやってます、うん、それとですね、ちょっともうちょっとお詫びって言ったらなんですけど、うん、龍神様はね、今書いてますけど、ちょっとね、額がね、ちょっと今入荷がちょっと多少遅れちゃってるらしいんですよ、うん、
だから、もう学装には出してるんですけど、うん、学の入荷待ちでちょっと、入荷したらもうすぐに梱包して発送するっていう準備はできてるんですけど、うん、今ちょっと入荷待ちになってるみたいなので、うんうん、ちょっとだけお待ちください。すみません、うん、よろしくお願いします、はい。それでナノプラチナとナノゴールドの龍神様は、うんうん、残りあとまだ 何枚かはいけるかなっていう感じですので、うん、ご希望の方は、bjshoji@gmail.com もしくは Facebook のメッセンジャーの方より、ご注文お問い合わせをよろしくお願いします。はい。それ終わったら矢沢駅さんの絵と松田優作さんの絵の続きがあるんで、うん、そっちもやっていかないと、もう彼がちゃん、あ、ルサロン、はい、うん、あ、ルサロンは来年、出す、出す、うん、うん、ルサロンに、もう矢沢駅さん出すから、でルサロンで、ね、まあ、ちゃんと賞を取った上で矢沢駅本人に持っていく、うん、っていうのも前田さんと話してるんで、うんうん、やっぱり矢沢駅っていうスーパースターを書くには、うん、俺もやっぱそれなりの土俵に同じ魂レベルに持っていかないと、うん、もう戦えないからね、うん、矢沢駅や松田優作なんて、もう2大スーパースターなんだから、それはもう各校も中途半端ないじゃ筆持ってないんでね、だからそれはもう命がけでやりますよ。でそれでもしこのルサロンね、万が一落ちたとか言ったらもう二度とだから、うん、っていうぐらいの気持ちで書いてますんで、だから時間がちょっとかかっちゃうんですけど、まあ年内中には完成させて、はい、まあ、完成披露は生放送でちょっとやろうかなっていう考えておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、来週28日は普通通常の BJ チャンネルで、もし、もしそちらに行かれるっていうご予定をしてた方には申し訳ない。そうですね、そうですね、はい、言えた、はい、あとね、もう一つ、今ね、ちょっとまあ個人的なあれなんだけど、うん、俺のファンをね、うん、の集いみたいな、まあ、ビバップとか映画のファンのあれをね、うん、出張でちょっとやってもらいたいっていう話が来てまして、それをちょっと10月にやるんですが、出張ビーバップ、出張ビーバップっていうか、いいね、だそれをね、だから10月14日やこの公演があるから、それは絶対ダメだと、うん、それと基本土曜日は BJ チャンネルがあるからダメだって言ったんだけど、うんうん、お客さんがやっぱりサラリーマンとかさ、普通の人が多いから、やっぱその V シネどうのこうのって言ったら、そのね、柄のある連中いっぱい来るんじゃないかっていうのはあるかもしれないけど、そういう連中は一切入れないっていうのを条件で向こうやりますからっていうぐらい、じゃあ分かりましたっていうんで、でも、もっとそっち消えてるのいいよ、いいよ、ね、それいいね、俺は全然気にしないんだけど、やっぱりなんていうの、今そういうね、いろんな問題になってるんじゃない、だから、なんだろう、反社会的勢力、ね、そうそうそう、っていうかね、はっきり言うけど、うん、そういう人たちの方がね、俺はね、もう礼儀もさ、もう分かってるし、うん、もう常識を知ってるな、大体、うん、ね、反社会的勢力の人たちがね、空港を作ったりね、いろいろその準備にかかったりね、いろいろやってたって話じゃない、そうそうそう、もちろん、だとするとね、反社会的な人たちじゃないんじゃないのってことになっちゃうね、だからそれをみんな勘違いしてるのね、うんうんうん、だから俺は、ね、うん、そういう、なんつうんだろう、のを、うん、は別に全然拒絶もしないしけど、うん、まあ、一応向こうは、ね、先方が気を使って、うん、まあ、そういった人は来ませんからっていう、うん、別に来たって俺は構わないと思ってんだけども、うんうん、まあ、この間ね、俺に喧嘩かけてきた変なチンピラみたいな、そんなの来ないと思ったか、あれ、何だったの、あれはね、もともと言うと、うんうん、まあ今ね、アタル君見てるけどね、うん、要は、要はこれ言っていいのかな、何だ、要はね、海元さんみたいな、海元さんどうもご無沙汰してます、はい、その説ありがとうございました、うん、まだ友人様、うん、進化してますんで、またよろしくお願いします、はい、ね、まあ、まあ、アタルと俺との、まあ、指定関係の、うん、のことでね、ちょっと、まあ、絵のことで、うん、絵のことと、まあ、あとちょっといろいろあってね、うん、まあ、その辺は、まあ、アタル君があれしたと思うんだけど、それのあれで、でちょっと俺がやり取りしてたわけ、うん、そしたらいきなり横から口を突っ込んできて、うん、ね、指定関係がなってねとか始まったから、お前ちょっと黙ってろって、誰だって言ってね、もう外部が黙ってろって言ったら、お前は器が小さい時から、お前俺に喧嘩売ってんのかってなったわけ、お前うるせえよこの野郎って
なって、ちょっと終わったら相手したからちょっと待っとけっつって、うん、でそっからなんかいろいろ言ってきて、うん、なあでもね、こうでもね、ダメなことばっかり言ってくからちょっと、どこでしたの、どの辺のがいいんじゃない、ダメ、もういいよ、送りに行くの、先生を、あ、いらっしゃい、あ、ごめんね、ありがとう、うん、っていう、うん、聞きたいですねって、あの俺のフェイスブック上に上がってますんで、うん、その詳細を見てください、ね、乗ってるんだ、乗ってるっていうか、うん、まあでも違う、そいつならね、俺が面倒くせえと怒ったのは、うんね、ただ俺に喧嘩かけてくるだけでいいんだけど、うん、俺の役者仲間とか、うん、あと龍神様詐欺だとかね、うん、そういうことを書き込んで、ね、またそのアカウントを変えて名前を変えてね、ご丁寧にね、顔写真もね、パンチパーマもね、今後中の写真とか使ってね、うん、そういうこと書いてくから、うん、お前くだらないことやってんだよ、だってめ、チンペラボラーとなって、うん、なるほど、うん、で、来いよって言うから、じゃあ行ってやるから住所全部教えろって言ったわけよ、うん、だからね、そんなのおめえに教えるわけねえぞ、じゃあ行けねえじゃねえかってみたいなんじゃん、うん、だけども、ね、俺の情報もなめるなと、うん、でね、全部調べたら全部家の場所も住所も全部分かったわけよ、うん、ほんで俺のね、元本職だったで今肩書になってる、うん、ね、あの広文っていうのがいるんだけど、うん、それがね、毎日ね、こいつちょっとね、自分ね、向こうもやめてやるだって言うから、うん、だったら自分が話しますからって話したら、うん、結局俺と会うって言ったわけよ、うん、でね、向こうは第一空挺団に所属してどうのこうなとかね、ね、向こうは来いっていうか、もう何でもいいから、もういいから、もうやりたいんだったら俺が相手するから、うん、来いっつったわけ、うん、めんどくせえから、うん、でお互い、ね、そういう、ね、武道をやってんだったら、うん、それでやればお互い怪我しても文句ねえだろって、うん、じゃあやろうぜっつったわけ、うん、で、向こうは来るって最初言ったんだけど、うん、そうしたら話をしてるうちに、やっぱ都合が悪いって始まっちゃって、うん、ね、じゃあいつなら都合がいいんだって、やっぱりもう電話切っていいですかなんつって芋引いたって言うから、うんね、でもうこんなバカ相手にしてもしょうがないから、うん、もう二度とね、もう関わるなっつって、もう電話バーンって切って、ね、うん、もうこいつ何歳くらいですか、45、6とかそんなんじゃないの、うん、1973年とかやったからね、うんうん、で、そんでまあ俺 の後輩とか、ね、役者連中とかもみんな怒っちゃってて、うん、で、もう俺のといろんなね、あれしたから、もう何なんですかね、バカとか始まっちゃって、うん、でも俺もよくわかんないんだけど、うん、ただ本当はもうそういった相手にしなきゃいいんだけど、うん、やっぱ俺もね、自分のこと言われるプラスの龍神さん詐欺だとかね、その龍神さんのお客さんのところにまで書き込みしては削除してとかやってるから、うん、俺営業妨害と、ね、ね、名誉毀損で十分いけるからっていう話にまでなったわけ、うん、そこまでやろうかなと思ったけど、うん、もういろいろ調べたらなんか前科者だし、うん、ね、もうなんか薬やってるとかいろんな情報が入ってくるから、もう こういうバカ相手にしょうがないと思ったから、うん、もうそれで終わって、まあね、皆さんすいません、うん、またお前の、まあ、年に何回かたまにこういう、ね、うん、変なのがあるからね、うん、まあ、慣れっこっちゃ慣れっこなんだけど、うん、うん、OK、それで時間も時間なんで、はい、八重さんが早く来てくれてんで、ね、はい、というわけでね、今日が BJ チャンネル88回なので、はい、ゲストに八重さん来ましたので、うん、ぜひぜひ、はい、どうぞどうぞ、俺と似た感じの雰囲気なんで、はいはい、2人いるみたいな感じですけど、はい、皆さんご無沙汰です、はい、ご無沙汰、ご無沙汰、どうもどうも、あ、皆さんどうも、八重さんです、で、よし、88回、はい、来たね、本当にね、はい、ね、本当です ね、 ね、次出てくる、うん、5月に出会って、もう早く、あ、5月、その時には88回目だって言われて、うん、結構だいぶ遠い日だと思ったけど、あっという間でしたね、あっという間ですよ、今度888になるといつになるか分かんない、それもあっという間かもしれない、終わりやすいね、今その前にぜひまた、俺は死んでるわで、今日は何、あ、そう、その絵見して、え、これ、うん、そう、俺をイメージして書いてくるそれ、あの、アップしたら先にアップしてるんですか、あの、八橋さんがね、俺のために書いてくれた、照れるな、照れるな、いや、もう最高に嬉しいよ、俺結構 ね、こんな感じかな、自分好きなとこあるからね、こういうの書いてくれるとね、俺過去にね、あのね、うまく映ってるかな、なんとかジョーって、あの明日のジョー、明日のジョーじゃなくて、あの、漫画家のさ、あのパチンコの漫画とか、俺その映画の原作者、はい、俺が主役でやったんだけど、はい、秋山ジョージ、あ、そうじゃなくてね、うん、その人にね、うん、初めて漫画で俺の顔を描いてもらった時にね、嬉しかった、ぐるぐるしかったでしょ、いや、
自分もそうだったんですけど、うん、でこう訪ねてきて、うん、兄さん絵描いてきましたって言ってこう渡すのって、うん、いややっぱり言うてもね、うん、世界4度ほど撮った男にね、あのいや絵を渡すって、いや兄さんあまりプレゼントされたことないでしょ、いやかなり度胸いりますよやっぱり、うん、そう描くものとしては、いや俺ね自画像とか自分で描くんだけど、人にね似顔絵とかなんていうのそういうのね、まああとたまにいるんだよ描いてくれる人は、うん、だけどねこれはすごい嬉しかった。昔の俺ね本当こんな感じ長髪で髪の毛は腰まであったから、腰でデコスまであったから、うん、その時のそっくり、うん、だからなんていうか自分の今頑張ってる証でもあるんですよね、うん、だからもうなかなかちょっとね、うん、こうプレゼントできない人に、いや全然全然、いやもうちょっとでこう勢いだけではちょっとできないから、うん、やっぱり自分がちょっとコツコツやってきた部分がないとこうサクッと渡せない、うん、で今渡せてるから、うん、渡すことによってまあそう言っていただいて嬉しいし、うん、あ自分もちょっとなんかやっぱりちゃんと頑張ってやってんだなってい う, こう自分の自信にもなるんで、よくねだからね肖像がだから昔俺の弟子だったやつが、はい、ね俺の肖像画を描いてやる気あったけど俺突っ返したわけよ、お前さっつってね肖像画描いてくれるの嬉しいよと、うん、でも油絵の具の性質も何も分からずに描いていくからこの絵ねほっといたらねまあ見ててみな1ヶ月後にもうね中のね処理全部やってないから絵にひび入るし、ね、絵は全部ダメになるからって、はい、いやそんなことないよなっていうからそのまま置いといたらもうカビだらけになっちゃってどういうものなのかまして俺の弟子だからあえてそうやって言ったわけよ、うん、お前まだ肖像画をね分かってないのに手を出すなって、うん、書いてくれるのは嬉しいよって、うん、でもねせっかく書いてそれが ね油絵っていうのはもう何百年も持つわけじゃない、うんうん、それがわずか 1,2 ヶ月で、ね、カビが生えて下地が出てきてね、うん、俺に完全に乾いてない状態に仕掛けたらどんなことになるかっていう絵の性質を分からずに書くなって。そういった意味でやっぱ師弟関係の部分があったから、うん、結局まあそいつは離れちゃったからねあれだったけど、うん、だから、まあ、こういうね八橋さんみたいにね、ねこういう、もう漫画の方プロでやってる人に、うん、彼ね結構賞取ってるんですよ、漫画で、ね、結構ね有名らしいんですよ、貴重よ、だから本当、うん、俺はそこにねブラックジャックの手塚治虫さんのやつあったから、うん、あれもね実際本物の直筆したやつだけど、どうあれの横に飾らせてもらいました。あすごい。天下の手塚治虫先生の隣にね。ねそれ俺優作兄貴の手だから、うん、もう意外とこういうのやってなきゃダメだけど。俺が飾ってるのは、ね、レンブランドのエッチングね、うん、本物。レンブランドのエッチング手塚治虫さん。それと、藤田嗣ちゃんも飾ってない。あと、うん、高倉健さん、うん、それと渥美清さんの4人なわけよ、うん、そこに八橋さんの絵も飾る。おー、ありがとうございます。最高に名誉だね。ありがとうございます。素晴らしい。で、なんか今日ここになんかあるけど、それこれ何の話？それまだ聞いてないけど、八橋さんにちょっと怖い話をちょっとお願いします。はい、常々正賀さんと、うん、正賀さんがもう BJ で怖い話してますけど、うん、まあ、俺も俺なりに経験があるので、うん、ちょっとやろうぜっていう話だったんで、はい、今日はちょっとお持ちしたんで、はい、でまずこれ、自分はちょっと絵を持ってこう、はい、ちょっと新しい試みでこう皆さんに、あ、ごめん、その1分だけ俺の話、はい、はい、すいません、はい、ね、これも怖い話っていうか怖くはないんだけど、昨日俺そのさっきのあの七道ガラをやって、うん、あの舞台見に行ったでしょ、うん、で戦国武将の話じゃない、うん、で舞台これ見てたわけよ、うん、そしたら誰かが肩叩くわけ、うん、なんだよ人が見てるんだ、うん、見たわけよ、うん、そしたらさ普通に見てるわけ、うん、俺だと思ってこうやって向き直ってまた見てたわけ、うん、また肩なんか触るわけよ、うん、なんだろうなろうと思って、うん、もう一回見たの、うん、だけど何にも普通に見てるわけよ、うん、欲しいなと思って見てたら、うん、いきなりこの左肩からこうやってボーッと手が出てきて、手だけ見たら手だけ出てきて、うん、見たらここに甲冑がついてるわけよ。甲冑、戦国時代の甲冑だから、武将が見に来たんだなと思って、それ佐賀君にね、あのメールで送ってね、はい、実はこんなことがあったんで、うん、
したらね、ああそれはあり得るかもしれないです。そういうの何て言うか知ってる？はい、かっちゅーいーって。ああかっちゅーいーって。ないっすよ。というより、まあ、その、はい、あの、はい、そういうことがありました。1分に1分。はい、どうぞ。まあ、何分になるか分かんないけど、ちょっともう、早々に、自分が、うん、ですね、まあ、やんちゃいやっててまして、うん、まあ、だからその時はジーパン刑事だったわけですね。今日ちょっとその格好でやってたんですけども、かれこれ20年になっちゃうのかも、うん、その頃に、まあ、こっち来て駆け出しの頃でやってた時に、うん、まあ、バイトをしながらこう絵描きのちょうどし漫画の修行をやってた頃だったんですけども、うん、その頃に、うん、あの、まあ、バイト先の経理の奥様がいまして、うん、あのその奥様とも仲良くこう毎日バイトで交流させてもらってたんですけども、うん、その方があの、まあ、簡単に言っちゃいますと、うん、旦那さんが、うん、あ、すみません、東京の話です、うん、都市部で、うん、旦那さんが、関西、大阪の方に単身赴任に行ってて、うん、高校生になったばかりの、うん、息子さん、うん、で小学校、ちょっと離れて小学校2年生の、うん、あの女の子、うん、この娘さん3人で暮らしてたらしいんですよ、うん、で、まあ、やんちゃやってたんで、うん、ちょっといろんな相談とかちょっと受けてたんですよね、うん、要は長男坊の話で、うん、で高校生になってから、うん、ちょっとその反抗期も含めて、うん、なんか話聞くともごもごしてるから、うん、まあ、要は暴れ出しちゃってっていう、うん、こう家庭内暴力をしだしてて、うん、こういう場合はというかそういうもんなのかねって俺に言ってたから、うん、いやいやそれはまた話別なんだよっていうの話してて、うん、まあ、何かあったらって軽く流した時にある日ですね、うん、仕事場に来たら、うん、なかなか入ってこないから、まあ、入ってくるんだけど、うん、真っ白お城みたいな化粧で来たんです、その方、うん、あの仮にその方由美さんって言います、竹川由美さんにすごい似てたんで、うん、女性でしたね。そうですね、エレガントな奥様だったのに、うん、どうしたのって初めちょっと笑おうと思ったら、うん、あのですね、僕から見たら、右か、右の、うん、ここから、うん、この顔のここまで、うん、真っ黒いというか、どす黒い、うん、あざつけてこうやってやってきたんですよ、でも実際にで、いや、お仕事です、うん、で、だからほら白くお城みたいになってんだけど、浮き出てきてるんですよ、うん、で、頭の部分からもこう見えるんですよ、で、それ見たらもう俺もこれになっちゃって、うん、おい、ちょっと待ってと、もう分かるじゃないですか、うん、あ、分かった、じゃあすぐ息子に殴られたってことね、そうそうそう、で、それを見たから、うん、いや、行く行くって、うん、で、次なんだったら今日もう仕事バイト終わったらね、うん、そのままついてってもいいんだぞっていう話してたら、うん、いや次何かあったらじゃあお願いできるかってことは当たり前だよっていう話してて、うん、その代わり、うん、俺ジーパン刑事なんで、うん、あのねこらーっていうあの金髪さんのように言ったら、うん、もう、いや殴るっていうか病院に入ってもらうと、うん、あの顔ではないんだけど、うん、やっぱそんな手出すんだからもう腕打てやろうと思ってたから、うん、でそういう風に言ってその奥さんに言ったんですよ、うん、覚悟はあるかって、うん、で止めるってそういうことだからそんな勝てない暴力の、うん、それは構わないって即答されたんですよ、うん、で日に日にすごくなって、うん、で、うん、今度はほら妹まで行ったら、うん、自分はなんとかこれぐらいでこれぐらいですごかったんだけど、うん、そう妹さんに行ったら死んでしまうって、うん、身の危険を感じてるから、うん、頼むから来てくれって言うから、うん、まあ、じゃあもういいってもう言わなくていいって、うん、連絡一本に起こせっつって、うん、でそんなことを言って3日後に来たんですよ、うん、で行きました、うん、まあいろいろあったんだけどとにかく行ったんですよ、うん、で行ったら環七の、うん、あの内側なんですよね東京都市は、うん、でなんで環七っていうかって言ったら環七ってあの環状7号線っていう大きい道路があって、うんうん、東京都にありますね、はい、はい、あのすごい街灯が明るいんです、うん、で行った日が11月のもう夜中だから11時ぐらいか、うん、もう深夜になるっていう電話が入って連絡が入って行きました、うん、で初めて行った場所だったんですけども、うん、僕が住んでたエリアのすぐ近くだったから、うん、なんとか行けたんですけど、送ってもらったんですけど、うん、でとりあえず行ったら、うん、その環七の明かりにこう照らされて、うん、ちょうどなんか家の向きってあるじゃないですか、うん、その一段がその行かなければならない家の一段が、うん、オレンジの明かりで転写してて、うん、あんまり街灯なくても、うん、結構明るかったんです、うん、で表札とかだいたいここら辺だからよって、あ、みんな迷惑になるから帰れっつって俺一人でそこ歩いてったら、うん、もう場所確認しなくてよかったんですよ、うん、もうね、通り入りますよね、うん、したら、まあ、お家が同じようにあるんだけど、うん、もう音が聞くんですよ、ガチャンガチャンっていう音なんですよ、暴れてる音が、あのもう食器がグワシャーン、グワシャーン
ャーってもう波のようになってる音がもう断続的に聞こえてるんですよ、うん、で俺なんかもうほらもうやるってモードでやんちゃってたから、うん、おお伊勢がいいのぐらいな感じでこうやって歩いてって、うん、もう場所が分かった場所が、うん、これ、すいませんここら辺から絵が入ってるんですけど、はい、カット入ります、絵のカットね、こんな感じのこういうお家だったんですよ、うん、で絵コンテがあると分かるしね、でそれで、はい、そのオレンジにこう照らされてる感じなんですよね、オレンジにね、で、すぐドア開けて、うん、庭がないんですよ、壁みたいになってるんです、あの塀が、うん、もうほとんどガードぐらいになってて、はいはい、でなので僕もずっとでっかいから、うんうん、もう道路上でドアにこう手つけられるぐらい、ああ道路からあそうですそうですそうです、ここのドアに手が、はいはい、うん、だからそれで、まあ俺だからさ訪ねに行ったんじゃないから、うん、音鳴ってるんで、うん、ピンポンじゃなくて、うん、猪木のナックルパートで結構ね、その音に負けないように、うん、外にもう響いてきてるんですから、ガーンガーンって思ったらものすごい強い音が、うん、あの音響いてくれて、うん、で、ピタッと呼んだんです、うん、で、ちょっと様子見せたんですよ、うん、で様子見せたらね、うん、またぐじゃーって始まったから、うん、もうプチンですよ、うん、始まった途端にもう渾身のミリストレートをこう、うん、そのドアのところにバーンって打ったんですよ、うん、で、俺は気分的だからもうドアね破壊するぐらいの気持ちで本気で殴ったんだけど、うん、ドアって頑丈なんですねあのちょっとへこんだられてピクリともしないんだけど音がですね、ガス爆発、あのプロパンガスの爆発聞いたことあるんだけど、うん、あれぐらい音響いちゃって、うん、一帯に響いちゃったら、うん、みんな出てきちゃったんですよ、うん、あの一帯の住民の人が、そこ閑静なあの一軒家の住宅街だったから、うん、まあまあガシャンガシャンって音がしてたもんね、そうだよ、みんなそうバカオンでついになんかやったんだっていう感じで出てきたから、うん、夜中だったんで僕はこうやってジェスチャーしたんですよ、皆さんすいませんって、うん、すいませんってやったら、うん、皆さんが把握してくれたみたいで、うん、こう遠くからでもこうやってオッケーオッケーとこうやってやってくれて、いいよいいよっつってて、逆にいいケーキってやってくれたんですよ、うん、もうみんな困ってる感じ、あの、うん、言葉発しないんだけど、うん、でみんなああこれで安心だみたいな入ってったんですよ、うん、で、うん、いわゆる警察に言わないよってことだから、うん、でお墨付きだから、うん、よしと思って、うん、でまたその、うん、このその、うん、お家のでガス爆発まではいかないんだけど、こうゴンゴンって叩いたり、うん、ドアをガチャガチャって引っ張って、うん、開きはしないんですけど鍵がかかってる、うん、そういうことをやってたけど拉致が開かないじゃないですか、うん、で困ったなと思ってて、ただまあ今回はじゃあどん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 やって今止まってるから、音は止まってるから、うん、それなのかなと思った時に、うん、ふと、まあ、僕の方向から言ったら、うん、ちょっとよろしいですか、うん、ここにいましたら、うん、さっきの兄さんじゃないけど、うん、あのここのだから2階の、うん、こう窓開いたんですよ、真っ暗だったんだけど、うん、2階の窓から、うん、もうね人の気配というよりは、うん、やっぱり見えてないですよ、うん、殺気を感じたんですよ、なんか、うんうん、なんて例えればいいか、うん、何かものすごい見られてる気がするから、うん、で2階に上がってきて、うん、俺の様子見てやがると思ったんです、うん、この野郎と思って、うん、誰が来たんだっていう、そうですね、で誰が来たんだったら正面開けて、うん、お前なんだって言えばいいじゃないですか、うんうん、なのに、うん、で2階で様子見てるのに、うん、この野郎みたいに見てる殺気を感じたから、うん、お前これは覚悟しろよって僕こう、うん、ゆっくり見上げたんですよ、うん、もう湯坂の日の最も危険なジーパン警察みたいな、うん、来たぞこらってこうやって覗いた途端に、うん、僕がグッってフリーズしちゃったんです、うん、止まっちゃったんですよ、見たら、うん、いたんですここに、やっぱり覗いてたんですここ、うん、目線があった時、そうですよ、パッと見た時に、うん、うんって止まっちゃったんですよ、八重さんが止まっちゃった、そうです、僕が止まっちゃったんですよ、声を上げなかったんですけど、はい、で、それで、うん、はい、その時に、見えた絵がこれなんだ、うん、人間じゃねえじゃんか、それ女の子、そう、女の子だ、ちょっと一瞬だけ、ちょっと下で、あの、うん、古いの、はい、ごめんね、すぐ戻って、はい、女の子だった、うん、で、八重さんね、もうちょっと手が早く、はい、すいません、うん、女の子で、はい、で、うん、女の子が見てて、うん、で明かりがついてるのに明かりに照らされてないで、うん、瞬きもしないでずっとこれを見てたんですよ、ただ僕は女の子だと思って、うん、あのちょっと怖い顔してたから、うん、あの1階で鍵開けられそうかとか聞いても、あのもう無表情でずっと瞬きもしないで、あのうんうんうんっつって、とにかくじゃあそれ妹じゃないんだね、妹です、
妹さんね、妹さんが見せたからこれ、うん、妹さんだったんだと思って、うん、で一回開けられないって言うから、うん、で返答がもう、うん、うんっていう反応なんです、うん、何のこう無表情っていうか落ち着いててして、うん、明かりが照らされないから出てんのに真っ暗なんですよ、うん、でわざとこれ生首みたいな感じで出てるんでこうやって見てるんですよ、うん、で僕はこの上に登ってる、うん、こう塀をよじ登って、とにかく中入る、外から、そうです、外から、うん、で、うん、入ってって、うん、で入ってったら、うん、彼らすぐいました、うん、横にいてくれて、うん、で、うん、中に入ったんだけど、うん、もうそこでやっぱりもうおかしかったんです、僕はジーパン経営者なのに、うん、もうおかしくて色が見えないんですよ、転写されてるからオレンジじゃないのに真っ暗、モノクロなんですよ、うん、中がこっち見せて、こっち見せて、いや無表情でこうやって立ってるんだけど、明かりがこう照らされてるのに、あのこの子がこの目の前にいるのに見えてこないんです、表情が見えないんだ、ええ、これね、もう2階に行ったの、2階です、2階に上がって、うんうん、で、うん、で大丈夫ってまた聞いてもらう、この家にくっついてんのこの子は、ええ、で、うん、大丈夫って言っても無表情でうんうんっていう、もうそういう返事しかないんです、うん、で拉致が開かないじゃないですか、うん、もうどんどん怖くなるし、うん、なので、うん、まあその1階に降りるために部屋を中を見たら、うん、これこういう部屋だったんですけど、うん、はい、真っ黒だね、これまだなんていうのかな、これ分かりやすく書いてるつもりです、もっと真っ暗っていうか、うん、ほとんど見えなかったです、ちょっと見せて、うん、うん、ああ、でもこういう絵があると分かりやすいな、うん、で、はい、自分たちは、うん、まあここなんだけど、うん、ここ俺で女の子で、ここであの窓でやり取りしてるんだけど、うん、こう、こっちの方が明るいはずだよ、こっちほとんどもう見えてないです、うん、かろうじてドアが開いてることで、真っ暗で、うん、なぜかこの奥のなんか窓が開いたところだけがちょっと、うん、なんとなく見えてるぐらいで、もうあと真っ暗だったんですよ、なるほど、ただ、おかしいなと思います、下に行かなきゃならないから、うん、下の階段どこだったら、向こうで指さして、ここだったんですよ、うん、で、まあ、見たら、あ、それはそうかと思ったんだけど、それぐらい暗かったんですよ、うん、聞かないと分かんないぐらい、うん、で、あの、まあ、じゃあここにいてくれと言って僕は下に行きます、うんうん、よう階段、終わるまで下に、あ、上にいてねって言って、うん、女の子に言って、まあ、全然もう反応してくれないんだけど、うん、で、下に階段降りてたら階段が結構狭くてですね、うん、あのもうちょっと本来は急だったんですけど、はい、ええ、これはね、で階段をこう降りていってるんですけど、うん、でまあ片方は、まあ、壁で片方がこう柱になってるんです、うん、だからもう1階が見えるんです、うん、茶の間が、うん、こう途中で、あ、中2階、そう、降りる前にもう2階が見えて、ちょっと横目でもうすごいぐちゃぐちゃになってるのがもう見えてたんです、うん、なんだけど俺はまっすぐ見て着いた途端にこの野郎って行こうと思ったんですよ、まあもう音もしないから隠れてるかもしれなかったんだけど、うんうん、お母さんしかいないと思ったんだけど、で降りてきまして、でまっすぐ見たら、あのここの家おかしくて、どこの部屋もカーテンがついてなかったんですよ、うん、で奥がベランダだったんです、あの庭になってて芝生の、ああそうかっていうような感じで、まあ降りてって、ここに降りた途端にこう茶の間を見たわけですよ、カラーってこうやって改めてこうやって見ました、うん、こう改めて、うん、ここから見たときに、茶の間を真正面見たときに、うん、ちょうどこの壁に俺へばりついちゃったんです、またこの野郎と思った途端に俺がバッ、うわって声出しちゃったんです、うん、ベーンって張り付いて、うん、真正面で、その時に見た頃が、茶の間を見た頃がこれだったんです、俺が見たのがこれだった、はい、ちょっと説明してください、はい、葛飾北斎の津波みたいになってたんです、その散乱したものが、うーん、津波、しかもあの色がなくて、でここ実はあの部屋の中がこう水蒸気っていうんですかね、煙に包まれてて、まあ暴れてたであろうその食器類がぐっちゃぐちゃになって、そのこう斜めになって、しかもここがその湯気とともにゆらゆら動いてたんですよ、うん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 、で要は何を見てたかっていうと、よく僕はあまりよく行かないけど、
最強の心霊スポットみたいなところ見せるんですよ。くすんでるんです、みんな。時空が歪んじゃってるとか。俺は煙の関係だと思ってたんです、うん、それは煙の陰影だからと思って、うん、で、怖かったんだけど、まあ、ジーパン刑事だし、俺はジーパン刑事だと思って、この野郎って中入ってたんですよ、うん、で、入ってったら前方が見えて、うん、こういうことになってました。人間のやることだよね。これだから、ほらもう、皆さんも突っ込みどころなさいっていうか、これは絵で描いてますけど、ちゃんと描いてます。その誇張もしてないですね。なんか一列に並んでますね。だから要は車の私みたいになってて、喋るからガーッと、そうそう、引っかかってるみたいで、で、まあこれ霊感強い人とか霊能者の結構話してる時に、で、しかもですね、これ、陰陽道っていうんですか、鬼門から裏鬼門に攻撃してることなんですよ。こっち来たかったんで、霊道だこれ。そういう風になってて、で、真ん中に湯気が立ち込めてたんですよ、うん、だから上なんかもうほとんど真っ白だったんですよ、うん、で、俺はそれこそ、なんじゃこりゃって真ん中行ったんだけど、うん、火の元が真ん中にあると思ってさ、うん、探してたんです。なんじゃこりゃって言ってコンセントないし、なんかこう足で叩かれる、あんまなかったんです、うん、で、なんもないし、誰もいないじゃないですか、うん、で、誰もいないから、うん、どうしようかなと思ったから、とりあえず、まあそいつは逃げてっても、うん、奥さんはどっかで隠れてると思ったから、うん、奥さんって、お母さん、ゆみさんって、来たよって、あちあちだよって、もう大丈夫だよって言って、ちょっとどこって言っても、嫌なんですよ、うん、だから、あれと思って、そしたら、ここがですね、うん、ぐちゃっと、ここがいわゆる、こちらも台所だったんですね、うん、台所の陰で隠れてたり、倒れてるんじゃないかなと思って、うん、ここを真ん中からここを見ようと思ったんですよ、うん、そしたら、まあいろいろ探したんですよね、うん、探したら、うん、奥さんいたんですよ、うん、いたんだ、いたんですよ、うん、あ、その前にごめんなさい、うん、その煙が、うん、なんだっつって、その煙がうざいから煙見たら、その白くなってる1階のこう枠ってあるじゃないですか、うん、1階の、あ、そうです、うん、1階の枠に変な煙みたいなのがモコモコモコってなってます。で、天井の、そうです、天井の枠線だけに、はい、なんかすすになってて、それがモコ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 動いてたんですよ、うん、冷蔵の扉開いちゃって、開きっぱなしになっちゃって、開きっぱなしなんですよ、ね、で、うん、で、うん、俺はもう現実のことで、もうこんなの見ててもしょうがないから、うん、わかんないし、現実的な人なんで、うん、で、ゆみさんどこだどこだって探したら、このお部屋ぐるぐる回ってて、どっからいるだろうと思っていたんですよ、うん、で、ここにいたんですよ。こういうふうに見せた。ここにいました。わかりますか？瓦礫の中に。ここにいたんです。要は、俺の結構目の前の、ぐわーって私になってるんですか、うん、そこに、本当に綺麗に顔半分もあって、うん、ちょっと横になってて、うん、横になってて、こうやってます。それはあれでしょ、皿とかそんなものも、そうです、全部あった。あれないですか、危ないじゃないですか。そうそう、危ないですよ、うん、埋まってます、うん、ここまでなるかな、うんうん、はいはい、それで、うん、で、あ、ゆめさんってこと出すじゃないですか、うんうん、で、ガチャガチャって言ったら、そう、今、竹本先生が言ったように、うんうん、あれと思ったんですよ、こんだけだったら大怪我してると思ったから、うんうん、で、ガチャって言ったら、怪我は何もしてないし、うん、下手したら、服とかもこう乱れてないっていうか、服にもなんか傷もついてない状態で、目開けてぼーっとしたんですよ。で、俺はほら目開けたまま失神してると思ったから、大丈夫かって言ったら起きてたんですよ、あ、ハチハチって音聞こえてたよって言ったんですよ。で、音聞こえたら逃げてったみたいなことで、で、まあやっぱりずっとぼーっとしてるんですよね。で、どうしたんだっていうの話して、で、いや、まあ言うわ、おかしいのは分かってるんだけど、どうやったらこうなるんだって言っても、もう分かんないと、やばいと思って電話して暴れ出したなと思ったら、もうそこから覚えてないって言うんですよ。じゃあ拉致が開かねえなと思って、で、まあとりあえず終わったから、これやばいなと思ったんです。だから、で、男性はいなかったの？男の子はいなかったんですよ。で、だからどこ行ったっつも分かんなかったんですよ。で、俺はだから最初に降りた時のベランダからしかないだろうと思ったんですよ。だって玄関でガチンってやったのに、玄関から逃げていくわけないんだから。で、そう思いつつ拉致が開かなくて、ちょっとベランダの方でも、じゃあちょっと顔出し、外に顔出してみようかなと思ったら、妹さんが
さ、俺みたいにまたあのこう降りてきたんですよ、うん、初めて色が見えたんです、その時、うんうん、あのこうね、普通に女の子がこうやって無表情で、うん、俺みたいにまっすぐ見て、うん、こうやってなんかで、お母さんが掃除し始めたんですよね、うんうん、で、お母さんが背を向けて掃除、ちょっとガラスを掃除してて、俺がこう呆然としては女の子降りてきたんですよ、うん、で、降りてきて、うん、降りた途端に俺をじーっと見て、またまた瞬きをしないでこうやってじーっと見てるんですよ、うん、で、うんと思いつつ、うん、いや、もう大丈夫だぞって、もう多分もう大丈夫だからっつって、で、ところでよって、お前のだからね、兄ちゃんね、じゃああれかってベランダから逃げてったことになるのかなって、もういなかったからっつったら、うん、違うよって、無表情のまま、うん、俺を見つめて、うん、違うよって、うん、え、何が違うのって、どっか他に行くとこあるのって、いいやって、あんたが、うん、ゴンゴンって最初に2階に行った時に、うん、すぐに2階に上がってきたって、うん、えって2階に上がってきたのって、うん、そうって、私2階にいる時に2階に上がってきたって、うん、そしたら自分の部屋に入ってったって言うんです、うん、で、うん、じゃあ、あ、そうかって、うん、ただ俺おかしいと思ったんですよ、もう女の子に質問はしなかったけど、うん、なぜかしたらゴンゴンってやってピタッと呼んで、うん、で、もう2階に上がってたらしいんですよ、うん、その後にガチャンって言うから俺、うん、爆発音するぐらいのパンチしちゃったんですよ、頭から、うん、その時にもう2階にいたらしいんですよ、うん、おかしいと思いつつ、もういや、あまり関わりたくなかったから、うん、ああ、そうかって、2階にいて、じゃあすぐ、何、俺がその2階によじ登った時にはもう、じゃあ自分の部屋から出てたんだねって言ったら、違うよって言ったんですよ、うん、で、要は、ちょっと待ってよって言って、2階に上がってたんですよ、うん、部屋に上がってて、明かりついたの、うん、そしたらあの先ほどのところなんだけど、うん、真っ暗で何も見えなかったっていう、あのかろうじてドアが開いてたっていう部屋が、うん、そのお兄ちゃんの部屋だったんです、うん、で、明かりついたら明るかったんですよ、うん、で、だから明かりつけるまで真っ暗でやっぱり見えないんです、うん、もう無視してたんだけど、うん、おかしいんだけども、陰影がで、明かりついたら確かに窓があるんですよ、うん、そこにもカーテンがないんです、そのうち、うん、だから隣の部屋みたいに明かりが漏れてなきゃいけないのに真っ暗だったのをもう無視したんですよ、あ、こっから屋根伝いで行ったんだねって逃げたんだって言ったら、あの、ね、逃げたんだって言ったら、いや、やっぱり違うよって言うんですよ、じゃあ何やってたのって隠れてたのって言ったら、俺が2階に上がっててやり取りしてるじゃないですか、うんうん、で、下に行くまで真っ暗な中仁王立ちしてそこでずっと見せたらしいんですよ、俺のやり取り、うんうん、で、下に行くのを見て、うん、ゆっくり出てったんですよ、うん、で、俺からしたらその女の子はなんでその枕の中が見えてたのかっていうのもあるんだけど、うん、で、これはいよいよ持ってやばいと思ったんです、ここ、うん、で、でも俺はできれば、うん、ほらもうその男の子はもういないから、うん、とりあえず事件解決でジーパン刑事のまま帰りたかったわけですよ、うん、その怖いんじゃなくて、うん、そしたらお母さんが明るくなるまでいてくれって言うから、うん、結局3時間ぐらい茶の間で寝たんですよ、うん、このお家が寝たんですよ、うん、で、ちょっと見えますかね、僕ここを頭にして、うん、僕ここ頭にして、この横に寝たんですね、うん、で、そのお母さんと娘さんがここに寝たんですよ、うん、で、それがこうお母さんがこう俺と顔を見合わせるように、うん、こう、なんですか、こうギューと抱き合う感じで横で寝たんですよ、うん、だからこう寝てる時に女の子がこう抱き合ってるから後ろで、うん、で、お母さんと顔を合わせる感じでこう寝てたんですよね、うん、で、寝たんだけど、寝る前に女の子が演技したんです、うん、何の演技っていうか、というと子供の演技をしたんです、うん、俺の時にね、うん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 、いや、あなた見せたよって言って、うん、下に降りてって、お母さんとじゃあ寝ようかって言った時に、お母さん怖がってよって演技したんです、うん、俺の前で、うん、で、こういう顔からこう、お母さんが、うん、あ、大丈夫だったかいって、うん、こういう、なってるから、うん、うわ、もうやばいと思ってたんだけど、帰りたかったんだけど、寝る羽目になったんですよ、うん、で、俺は今言った夫人で、寝たんですね、うん、そしたら、まあこんなんじゃ寝られねえよと思いつつ、うん、結構すぐ寝ちゃったんですよ、うん、で、3時間ぐらい経って、うん、そしたら、それ深夜の話だから、うん、そしたら、ちょっと側眠もするから、明るくなってるから、うん、要は、その起きまして、うん、もうほとんどね、25分間話してるよこれやばいっすか、僕だったらこれ3分で終わるね、ここまで、うん、すいません、それで、うん、それで、
帰るまではっていうか、もうそのまま次の日帰るんだけど、うん、帰るまでジーパン刑事で帰りたかったわけですよ、うんうんうん、だけど帰れない理由がありまして、うん、あの目が覚めた時に、うん、あのこういうことになってたんですよ。もうごまかしきれないような、それがこれなんですよ。僕が目を開けたらこれが起こってたんです。まず見せて、見せて、なんだこれ、なんだこれ、気持ち悪い。はいはい、なんすかこの絵は。いや、目を開けたら目の前が見えるじゃないですか。いや、女の子もこっち見てたんです、うん、後ろ向きなのに、うん、で、うん、じーっとどうやらあの僕は分かったんだけど、うん、寝てる間ずっと見てたと思うんです、こうやって、うん、目見開いて、うん、で、首見てもらうんですけど、これ抱き合ってるんだけど180度爆発するんですよ。エクソシストとか背中は向こう側なのに体があって、初めはちょっとただ目見てうってなってるんだけど、うってなってたんだけど、ほらよく見てっていうか、もう俺もうそこで金縛りじゃないけど、こんなんなってるんですよ、うん、首がねじれてますね。女の子がひょうひょうとこうやってやってこうやってじっと見てるんだけど、首が180度爆発で、じっと見てて俺何もできなくて、止まったままでこうってなったら、ほどなくしてお母さんが起きてくれたら、また演技始めたんです。こういうふうに、なんか、なんともなかったようにこうやってやって、子供の演技したんだけど、そうそうそう、あーってこうやってやったから。なるほど、この子は何なの、うん、で、うん、俺は、うん、もう関わらないと思って、うん、で、その、お母さんに、ほら、もうここまで来たから、やつは多分もう暴れないと、多少のね、反抗期はあるけど、もう暴れないし、また来たら行くって言ったら、やらなくなるからって言って、俺は早々に帰って、もう一切関わらないようにしたっていう話なんですけども、うん、じゃあ未だにだから分かんないけど、全然よく分かんないね。不思議な話だよね。いや、うん、ただちょっと思うんだけど、その女の子は何なんだろう。その後別に何ともないっていうか、あの別にその女の子から聞こえたこともないし、うん、で、ほどなくそのバイト先もちょっと店じまいしちゃったから、うん、で、僕もそこのいたところにもう引っ越していなくなったんですね。引っ越しっていう場所がいたから今こうやって話すんだけど、ちょっとお父さんはどうなってんの。お父さんは、お父さんはだからもういないんです。だからあの体重不倫というかいない状態で。ああ、体重不倫。はい、あ、俺思うけど、うん、これ男の子じゃなくてその女の子がやったんじゃないの。俺もそう思ってるんですよ。で、家庭内暴力もよくあるじゃないですか、事故物件とかも、うん、俺はその何ていうのかな、そのお家もそうかもしれない、俺そこの場所だと思いますよ。土地、土地、土地レベルなんだろうなって。土地のせいかよ、これもうエクソシストレベルだよ。いや、そう、俺もあの映画って本当にあるんだと思ってたんですよ。だからこうビーッと思ってたよ、リアル体験、うん、すごい。戻るときね、やっぱりね、お母さんもちょっと怪しいかなと思ってるんですよ。俺もね、だからね、お母さんがこうヒステリー状態とかね、うん、よくあるじゃないですか。で、皆さんそれでまだちょっと話していいんだったら、その、怪我なかったじゃないですか、うん、おかしいと思ったときに、ほらあざあるじゃないですか、うん、あざがのとこ埋まってたんだけど、ガラッて出た時に、ね、あざったんだけど、よくよく考えたらあざもあのなった途端に見てるんだけど、うん、兄さんとかで山ちゃんって分かりますよね、うん、こっからここまであざだったら、うん、あざしかなかったんですよ、うん、こんなになりますよ。 なってなかったなと思って、だから引き上げた時に無傷だったから、ちょっとやっぱね、そのお母さんこれおかしいやと思って、うん、ただ最後よくそれでね、いや今もいらっしゃるのかしらね、あの成り立つなと思うよね。あの成立しないでしょ、1日2日だったらいいけど、これが集中ね、1ヶ月2ヶ月3ヶ月じゃ成立しないよねこれね。ただあの、うん、僕見つめ合ってた時に、うん、あの今だったらオカルト探偵だけど、その時全然なかったんだけど、こうはやりました、ほら何もできないから、うん、見つめ合った目で、あのなんかほら俺をお前なんだってこと見てるんだと思ったから、その女の子が、女の子のような力が、うん、だからあ俺関わんねえからってずっと伝えてたんですよ、うん、こう目でアイコンタクトで、俺は関わんねえからって、ただし息子の家庭内暴力で来たわけだから、息子が暴れるとまた来る羽目になっちゃうけどね、うん、それがなかったら俺はもう携わんないから来ないからっていうようなことは伝えてたんですよね、うん、それを踏まえてもう怒んないと思うよってこう、うん、お母さんに尋ねてたっていうのがちょっと本音なんですけども、
まあ現実的に言えばね、はい、その耐震赴任してるお父さんがね、あの要するにもうちょっとかかるべきなんですよ。要するに毎日そんなことやってたらね、たまんないわけで、あの何らかのね、あの手段を講じると思うんですね、うん、だけどそういうのないでしょ。いやそうですね、だってなぜかしたら近隣の人もあれはもう常習的だったみたいですからね、あの音はね、うんうん、その音を作ってるのがね、例なのか、うん、それともあのお兄ちゃんなのか妹なのか、あのお母さんのヒステリーなのか、うんうん、なんだかわかんないんだよね、うん、本当の実態が、うん、で、この絵も先ほど見せたのもそうだけど、食器がやたら多いんですよ。で、あの綺麗なところに何も壊れてないから、やたら食器多かった。そうそう、食器と、とは何、壊すためにあるっていうことか。壊すとまた買いに行ってカシャンで、まあ、そうそ、最初は片付けないから溜まっちゃったんだろう、うん、なぜね、うん、俺ね、お母さんのヒステリーだと思うね、うん、俺ひょっとしたら。それで全部現象をそういうふうにして、うん、あのお父ちゃんとうまくいかないからって言って、うん、それであのお父ちゃん単身赴任で遊んでると、それでこの野郎と思ってで、それであの兄貴をね連れてきて、うん、それでね、なんかこうね、面白いことやろうかなと思ってたんじゃないかなと僕は思うね。ああ、ヒステリー現象の一つであるし、うん、なるほど、うん、それに八重さんが絡んで絡んだというか、だからあんまり深入りしなかったからよかったんです、うん、だと思ってます、うん、だからそれも深入りだから深入りなんですよ、うんうん、あのその後はバイトをねしばしやってた時にはもう明るくなっちゃって、うん、本当にもうね、そういうことなくなったからありがとうなって言われて、ああ、良かったね、うん、だけど俺はもうほら、じゃあうまくいったんだって。そうそうそう、で実際なくなったかなって、あのでその数日っていうか2日後ぐらいに帰ってきたらしいんですよ。それあれだな、うん、幕の時間だな、うん、だからあの魔界の扉が開く時間ってあるんだよ。あその時に魔界の扉が開いちゃうと、うん、憑依されやすいのに、うん、されちゃって、なんかガーってやっても、うん、終わってみない、もう完全にだ、うん、もう例えば俺体の中に霊入れたりとか、優作さんがおっしゃってるとかって、はい、100% の優作さんを入れちゃうと、うん、俺が帰れなくなる、俺さ戻せるのにいなくなっちゃうじゃん、はい、だから俺 60% 優作さん入れて 40% の、とか 35% の俺の意識を残した状態じゃないと、うんうん、あれなんだけど、多分その場合は 100% 入っちゃってるから、ね、何が起きてか分かってないんだよ。俺も女の子はもう、うん、こなんかその最初に見て対応から、うん、ものすごい大人びた子だなと思ってたんですよ。こう見る目っていうか、結構そういうの、俺ね、昔あの例に取りつかれて思った女がいたんだけど、それを男3人で押さえても、うん、壁まで押さえるからね、うん、最後もうしょうがないから女だけど首絞め落として、うん、気絶させて、うん、パパのほっぺた叩いて、お前どうしたった、うん、私何かしたみたいな感じで、見ろこれとか言ったら店で暴れちゃって、その店がもうヤバい店だったわけ。あ突然よ、こうやって下向いたと思ったら、うん、酔っ払って寝たのと思ったら、うん、ただね、今回のケースは、うん、結局アフターが分かってないじゃないですか、まあね、ね、うん、中足だけになってるじゃん、うん、アフターに関してはね、うん、だからこれ非常によく分かんないんだよね、うん、まあ、その現場ちょっと見てみたいっていう雰囲気はありますよね、うん、まあね、うん、ちなみに僕もう行けないんですよ。だからあの関わりたくねっつって、まあまあ、出たし、うん、場所はもうあのなんとなくわかりますよ、うん、なんとなく、うんうん、ここのここでっていうのをはっきり覚えてないのを、ね、うん、書いちゃったんですけど、うん、へー、そういったところにね、またあの変な業者が入ってきちゃうわけですよ、うん、あるいは宗教団体とかね、へー、だから困っちゃうんだよね、うん、なるほどね、そういう現実は繋がっていっちゃうんですよ。繋がっていっちゃうんですよ。呼ばれていっちゃうときもあるしね、うん、その波動がっちゃうとね、うん、そのお父さんがどうなってるか、お父さんの役割がね、怪しいわけですよ、極めて、あ、もしかしたらいなかったのか、うん、俺もなんかそんな気もします。ゆきさんと言いましたっけ、ゆきさんが架空の、一応、ほら、社交辞令とかこと話したときに、うん、関心不倫だって聞いてるだけ、多分離婚していないんだよ、うん、ね、っていうのはありますね、はい、ただあのカーテンがなかったのは結構びっくりして、それを現実的にびっくりしました。まあね、もう30分以上話してるんで、すいません、はい、でオチがないという話で、ね、いやらかしちゃったですね、八重さんすごいよね、末広がりですか ね、 ね、末広がり、八重さんということでね、
やっちまったら本当申し訳ございません。本当にやっちまった。皆さん申し訳ございません。いやまあ素晴らしかったね。面白かった面白かった。八重さんに拍手で。どうもありがとうございます。じゃあどうもほらまっちゃん。あのもう、これはもう、もう決まってるんで。あのサクッとサクッとサクッと。ね、これ結構誰も言ってないですよ。で二十歳の時に、俺しょっちゅう金縛りになる人なんですよ。でまあ27以降からほとんどあんまなくなってきたんですけど。二十歳の時で今でも覚えてるんですけど、これだこればっかりは、いつも金縛りがあの18ぐらいからすごいなりだして、まあ、小学校の時も結構なってたんですけど、俺金縛り合いすぎちゃって、解き方分かっちゃったんですよ、こうやって、あこれだったらここ、全部指先分かってる、分かります、指先から行けば、いけるなっつって、でそういうことをずっとやってて、で、またその二十歳の時に、その、あまた金縛りだと思って。でその時電気つけっぱなしに出ちゃったんですよ、金縛りだと思って、どうせ解き方知ってるからいいやと思って、ちょっと舐めさ、そしたら、解けねえぞって、あれって、すぐと違って、やっぱなんか、心と思って読まれるんですよね、なんか、あもう舐めてたから、はいはいはい、解き方知ってるよっつって、こういうふうになってたら、あれ解けねえと思って、そしたらどん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 重くなってきて、今度、すげえ痛くなっちゃったんですよ、あれ、これ、いつもと違うな、あこれやばいぞと思って。で俺話しかけてちょっと怖いから目開けないんですけど、パッと目開けたんですよ、そしたら空間がぐにゃーってなってて、あれ何これと思って、これやばいぞと思って飲みすぎだぐわーってなってて、そしたら俺寝てるじゃないですか、足元からガンガンって引っ張るんですよ、こうやってなんかこう腰が抜けるように、だけど俺こう下こうやって見ても、俺動いてないんですよ、だけどガンゴンと体が動くんですよ、あれこれ魂抜きに来たいなと思ったんですよ、上だけだからもう一人の自分のやつをこうやって、ああ肉体じゃなくて、そうだから俺下見たんですよ、って、そしたら別に俺動いてないんですよ、だから多分魂と違うのを引っ張ってるんですよ、ガンガン、だからでも俺はガクッガクッってなってるんですよ、死神を連れていこうとしてる、分かんないですけど、だこれやばいやつだと思って、これはまずいまずいまずいって、でその時に何か知らなきゃ誰か助けてくれっつって、で助けてくれ助けてくれっつって、これ本当にやばいやつだっつって、でそっから結構5分ぐらいやられてて、ちょっと待て本当にやばいから、これ本当シャレなんないからってずっと口で言ってて、で5分後パッて解けた時に速攻起き上がって手につけて、ちょっとこれ何今ってやべえよ、ちょっとコンビニ行こうって、そしたらでもう一回消して、ちょっとこれ寝れねえなと思って で起きてて、そしたらやっぱちょっと興奮になったら夜中に3時ぐらいだったからまた寝ちゃったんですよ、で朝バッと起きて、やっぱちょっとその兆しかなんかで起きたんですけど、なんかそう夢じゃねえよなこれと思って、最悪だったなと思って、で今何時だと思って時計パッて見たら、ああ5時55分かと、朝のね、でこうやって起きていって下行こうかなと思ったら、いやでも5時55分じゃねえなっつって、携帯ガラケーだったんで、ここからこうやって見たら6時半なんですよ、おかしいなと思ったら時計壊れたんだと、こうやって時計見に行ったら秒針なんじゃないですか、俺逆に動いてるんですよ、秒針逆に動いてるの、逆に動いてて、あこれなんだよで壊れちゃった、最初俺分かんなかった、壊れちゃったぐらいで、あでおい、あ壊れちゃったいいやと思って、で仕事行くんで、時計をして、こうやってじゃあ思って、いやね、今日いや最悪な、今日変なことなきゃいけないと思って歩いてたら、シャキ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 音するんですよ、腕時計が、時計が、そしたら秒針追っかけてるんですよ、中で、追っかけてるって、いやだから時計あるじゃないですか、で秒針こうやってあるじゃないですか、だからそれが壊れちゃって、外れちゃってる、だからそう振ったらシャキシャキシャキ、なんか音してるなと、追っかけてるってなんか追っかけてるのか、それで俺は未だにこういう置き時計っていうんですか、は部屋にあれから置いてないっす、置いてないっていう、だからこうちっちゃい目覚まし時計だけにして、だから俺時計しないんです、そっから時計3本ぐらいちょっとしたかったのも全部壊れるんですよ、へえ、その日以外で以外でも時計は全部何かしらとかあるんですよ、時計っていうのはなんか不思議だよね、時計、いや実はね俺の親父がね
死んだ時にやっぱり時計止まってるんですよ。あ、俺も止まった。どうぞ。ところが時計屋さんとか、うん、時計の専門家は僕の知り合いにいるんですけどね、小牧博士っていうね、はい、そんなことあるんですかって言ったら絶対ありえないって言うんですよ。時計学者としてはありえないって言うんですよ、うん、なぜ止まったのか、うん、我々知ってるわけですよね、うん、なぜか止まってるんですよ、うん、事実として、うん、だけど説明はないって言うんですよ、うん、時計学者の。だからあれですよね、電波時計も止まってる時ありますもんね。うちの電波も止まる時は、ね、俺前の会社で例見て、あ、ここいいんじゃんと思って、そしたら電波時計とかカタカタカタ描写がなかった。ああいうその記号とかね、そういう象徴的なものっていうのが、要するに具体的にね、なんていうかな、こう我々の意識の作用とかね、うん、関係してんじゃないかなと思うんですよ。だから我々がショックになるとね、時計が止まるってこと結構あるはずなんですよ。この間ね、あの時もそう、お嬢さんを乗せた時に、ええ、あ、まさかお前これ時計すげえずれてんだろ、20分くらいずれてんじゃない、車のこれ、どんどんずれてっちゃうぞ。なんかあるね、時計は。時計はね、ほんとね、俺もそうだけどね、うん、親父が死んだ時にね、うん、俺の時計ももう止まったし、うん、親父の時計も同じ時間止まってる、うん、家の時計も、うん、もう柱時計だったんだけど、うん、それもカチッて止まった状態で、もうそのまま、だから3つの時計が、ま、全く同じ時間差してるのね。へぇ、面白いとか、うん、まあね、それね、結構ね、調査したら、うん、いろんな人が報告すると思うよ。あ、はは、だからもしね、そういうような体験がね、うん、あらゆる方、うん、あ、まあ、時計に関してですね、うん、あったら、もし、うん、あれだったら NBA チャンネルの方にね、うん、ちょっと書き込んでいただけますでしょうかね、はい、何かの事象が起きたタイミングと止まったタイミングが一緒だっていうことですね、うん、あるいは時計に関するまつわる不思議、不思議現象、ぐる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 回っちゃうかとかね、まあそれはどういうこと、まあ、結構あると思うんですけど、ね、ね、大震災とかでもそうだけど時計が止まってんだよ、みんな、うんうん、あれもさ、その時間止まってイルミナティカードの時計、はい、ちょっと何でしょう。じゃあそろそろ終わらないとダメだよ。うん、辻井は、あ、僕ね、告知はね、あんまりない。まあ、とにかくね、例の9月の28日に関しては、うん、はい、これは中止中止ということでね、はい、大変申し訳ないですけどね、はい、せっかく楽しみにされた皆さんいらっしゃると思いますけど、はい、そういうことでございます、はいはい、ちょっと待って、じゃあそろそろ終了しましょうよ、はい、では終了、うん、せっかく私が戻ってきたのに。いや、ちょっとね、じゃあ、一言、うん、10月のイベント、10月のね、14日はね、榊原夫妻も来ますのでね、榊原夫妻、もし役者の榊さんと出会いたい方がいらっしゃいましたら、はいはい、町田市民ホールにお越しください。ぜひお待ちしております。これ10月14日、祝日月曜日です。はい、今回のバレエの、なんていうんですか、コンクールというかコンサートはどういうような内容なんですか。海賊より抜粋っていう、海賊っていう演目があって、古典の演目があって、はい、でそこからこうコンサート形式で全部はやらないんですけど、うん、要所要所のメインの踊りをやっていきます。ほう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 。でプラス私は商品の中で浦島太郎をやります。浦島太郎、おとちゃんでーす。おとちゃんです。ほんと英雄。で、翔さんもなんか出るとか。俺出ない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 、最初出るかもって言ってたんだけどね、うん、結局ね、キャスティングで外されました、ね、外された。それ通り過ぎで、通り過ぎだね。で、まあそれはね、ミニマル、しょうがないね。 OK、うん、ということで、皆さん、入場無料で、どなたでもご覧いただけます。はい、5時間なので。このメンバー、橋田さんも来るよ。あ、皆さん来ます。はい、ぜひ。10月14日、開けといて。よろしくお願いします。はい、うちのメンバー、みんな会場にいますんで、多分こんだけ濃い連中だからすぐ分かると思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今日は88回目ゲスト八橋さんをお迎えしてお送りしました。88回だから八橋さんなんですか。今度888回、うん、もう多分いつなのかな、多分みんな死んでる、死んでる、みんな死んでる、俺なんかね、いや、死んではいないと思う。ギリ俺生きてる感じ。ギリ生きてる、ギリ888はもう俺と8月さんみたいな、絶対これ次ボロボロになってる。何歳のこと、ボロボロ
だから集中してたからね。なんか客来るじゃん。ああ、そうですね。もうちょっと立て切りまとめますね。はい。というわけで、はい。はい。で、10月のそのイベントが詳しく日にち決まりましたら、うん、あの告知しますんで、ね、あの場所静岡の浜松やりますんでね、うん、あの俺と磯部さん行きますんで、うん、はい、皆さんもよろしくお願いします、はい、楽しい時を過ごしたいと思います。俺と磯部さんなの？わかんない、まだわかんない。なんか留守番？あ？いや、だから行くんだと、行くし、そこら辺だから、あのいつになるの？コンサート前、あの発表会前になる可能性もあるし、ね、行かないよ。はい、ということで、いいちゃんが出て、いいちゃん、あっちで出てますね。次回は、いいちゃんの子、いいちゃん、次回は89回、また88日でございます。ということで、皆様、今日は15分拡大でお送りしました。というわけで BJ チャンネルボリューム88はここら辺で終わりにしたいと思います。来週はあの通常通り高校でやることになりましたので、はい、よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、いけまりちゃん、いけまりちゃん映ってる？もうちょい、これはさあ、そんなもん、いけまりちゃん、バイバーイ。はい、いいですか？いいですよ。いいですか？よくできました。はい、じゃあさようなら。